こんにちは、日野です。今日はこの映像をご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、新聞の記事を見ていこうと思うんですけれども、2013年の6月1日付で薬のネット販売が8割可能にという記事が出ています。で、これは前々からいろいろ言われて議論されてきたことなんですけれども、約半数を占める副作用リスクが比較的低い薬はですね、今後インターネットで販売が解禁されるということですので、まあ、ただ、高リスクの薬、副作用が大きい薬っていうのは、これはですね、まだ結論がまとまっていないということなんですけれども、多分いずれ解禁される方向に行くんではないかなと思っています。で、もうこれはですね、今後、まあ、個人が自由に買えるわけですから、薬っていうのはあくまでも科学的なものですし、体に入っていろんな副作用っていうもの当然あるわけですから、それをもう個人がですね、自己責任でしっかりと見極めて、またしっかりとそこら辺の説明を見てですね、そして摂取していくしかないのかなっていうふうに思います。個人的にはやはり薬にはできるだけ頼らずに十分やっていけるとは思うんですけれども、ただやはり薬一時的に、ね、必要になる場合もあるかもしれませんし、そういう時には、もう本当に自分の責任で、これからはで、なっていくと思いますので、そういう意味で、できたらね、そこら辺の知識も自分でつけていく必要があるのかなと思います。以上になります。今日はどうもありがとうございます。